皆さんこんにちは。今回はこのリゾートウェディングオーダーっていうやつ、今このオーダー来てるんですけど、どうしてもこれについてちょっと喋りたいなっていうことがあるので動画にします。新規スキルについてなんですけど、この情熱の花嫁アスナってやつ、これがマジで強えっていうのをとにかく言いたくて、まあ、見ればわかると思うんですけど、この残属性の敵に攻撃力が1500上昇と繰りダメが 100% 上昇する、この追加効果めちゃくちゃ強そうですよね。てか強いと思います。で、これの何が一番すごいかっていうと、例えばこういうやつって、その同じセット内でキリトのスキルレコードを何枚以上装備時とか、その発動する条件があったりするじゃないですか。でもこの新規のアスナのスキルって発動条件がないんですよね。まあ、あるっちゃあるんですよ。この残属性の敵にって。あるんですけど、まあ、残属性の敵には突属性が効くので、突属性が弱点の敵に効くっていう意味なんですけど、同じセット内のキャラ指定がないと。で、しかも、敵が状態異常、何らかの状態異常の時に、攻撃力が何パー上昇するとか、ダメージがどれくらい上昇するとか、そういうのもついてなくて、シンプルに残属性の敵に攻撃力が1500上昇とクリティカルダメージ 100% 上昇っていうだけなんですよ。で、しかも攻撃力が1500も上昇するから、片手再建モッド使う場合って攻撃力を上げた方がいいっていうのを前言ったと思うんですよ。片手再建につけるモッド素材、どういうのがおすすめかっていうのを説明した動画があったと思うんですけど、まあ、それ動画説明欄にリンク貼っておくので、まあ、まだ見てない人は見てもらえればと思うんですけど、攻撃力を伸ばすと強くなりやすいと。で、これ弱点属性が突飛属性なので85層フロアボスに使える。ヤシャインテグラルシリーズって新たに出た最強武器ですね。85層実装とともにこれ出たんですけど、このインテグラルの装備可能レベル181のやつですね。メニューアイテム強化交換生産から、まあ、各武器種であると思うんですけど、片手直剣ならこのアスタロトってやつですね。これが現時点でこのゲームで一番強い武器です。まあ、とにかくこれが効くっていうのが大きくて、俺このオーダーで一番欲しいのこのスキルかもしんない。多分そうですね、このスキルが一番欲しいですね。で、案外この二つ目の新規スキル、覚醒パワーライズってだけで、始めたばかりの初心者、これ狙うのがいいんじゃないかって言っちゃいそうなんですけど、まあ、確かに覚醒パワーライズを一枚も持ってないような、始めたばかりの初心者には、まあ、ないよりはいいと思うんで、おすすめしたい気持ちはすごい。まあ、確かに俺もおすすめするかもしんないですけど、今出てるオーダーで言うとやっぱ覚醒パワーライズ、今の期間はこれしかないので、でもこれ同じセット内でアリス3枚要求されるんですよ。じゃないとこの効果が発動しないってだけなんですけど、アリス3枚ってきつくないかって話で、アリス3枚っていうと、例えばソードスキルだと、アリスのソードスキルって片手直剣が多いと思うんで、まあ、片手直剣で満たせるのかなって思うんですけど、まあ、例えばお茶会最初アリスを使うとします。この有名スキルお茶会最初アリスを使うとして、あと1枚何入れるのって話で、アリスの覚醒アビリティって結構微妙なやつ多かったり、まあ、直剣もっと使うにしてもこれ残水じゃないですか。で、これ残闇なんですよ。これ非属性ダメージが上昇するフレームコンバージョンっていう効果なので、残闇とか残水っていうのも、まあ、雪空のプレゼンターアリスっていう残水の直剣もっと使うのであれば、この水属性ダメージが低下するデメリットすらあるくらいなんですよ。まずこの効果と噛み合ってないんですよね、アリス3枚っていうのが。ちょっとアリスのアビリティってなんかある？でもあったとしてもさ、マジで当たりにくいと思うんですよ。まあ、アリスの覚醒の片手直剣とかも全然あるんですけど、まあ、こういうのとかね、あるにはあるんですけど、なかなかその持ってる人っていないと思うんですよね。なかなか手に入りにくいと思うんで、もう持ってるなら全然いいと思うんですけど、まあ、俺はこのフレームコンバージョンっていう、その非属性ダメージが上昇する効果を持つ覚醒のパワーライズ、このピエロエギルって俺呼んでるやつ一応持ってるんで、俺はそこまで欲しいわけじゃないんですけど、で、しかもこの非属性ダメージ上昇って
て、片手直剣使う場合ってどこで使うの？今のところですけど。85層ボスは突飛属性だし、他になんか飛属性が効くようなフロアボスって、まあ、25層のアスラとかに使うくらいだったら、それもちょっと微妙だし、それも突飛だから弱点が。非属性の直剣モッドっていうと、このカウンタータキリトとか、まあ、とどめの一撃とか、ま、いろいろありますけど、今のところはこの非属性ダメージ上昇っていうの微妙なんですよね。まあ、今これがオーダーできたってことは、そのうちまた残非属性効くやつでなんか出てくるのかもしれないですけど、まあ、ちょっとそこはわかんないんですけど、今のところこれすっごい使いにくい覚醒パワーライズだと思うんですよ。まあ、確かに覚醒パワーラ持ってない初心者に進めようかなって思っちゃうんですけど、それで進めてすげえ後になって、その初心者教えた人が後になって強くなって、これ引いたの微妙だったかなって思っちゃったらどうしようとか、ちょっと俺そういうのを考えちゃうので、そこまで狙い目なのかなっていうのは少し思いましたね。まあ、確かにその俺最初に言った、その覚醒パワーラー全く持ってない初心者だったら、もうおすすめするけど、これってステップ3までしかないやつなんですよ。これ引いてまで狙うかってちょっと思っちゃうんですよ。このステップ3確定枠で、この新規のピックアップのスキルが、だいたい 8% なんですよ。まあ、これのどれか当たればいいっていうんだったら 8432 で、まあ、32%。まあ、これ確定枠なので、11連とかじゃなくて、この1回分でこれ何パーセントかってやつだから、まあ、このアリスだけ狙うんだったらこの 8% だから、ステップ1からステップ3まで引くのを1周ってよく言うんですけど、まあ、10周ぐらい。まあ、確定枠だけの話なんですけど、確率的には。10周もできますか？で、しかもやっぱステップ1とか、ステップ2、ステップ3、まあ、全部そうか。まあ、確定枠以外の1回1回全部、ピックアップスキルが 0.3 なんちゃらパーセントなんですよ。まあ、11連のうち1回1回が全部 0.3、0.3、0.3 っていう感じだと思うんですけど、それで来るか。他のさ、こういうさ、常設スキルみたいなのが来ちゃう場合もあると思うんですよ、全然。まあ、0.014% とかですけど。そこまでして狙うのかって俺はちょっと思いました。まあ、ちょっとね、ミラティブ生配信で、まあ、ある人の見に行って、まあ、その話になって、まあ、そういう話聞いて、俺もそう思うようになったんですけど、まあ、その話聞くまで、俺も覚醒パワーラだから、まあ、進めようかなとか思ってたんですけど、これは、まあ、ちょっと微妙かなっていう感じがしますね、このアリスは。あとは、これ、リズベットの斧来てますけど、斧モッドでリズベットっていうのは結構珍しいですよね。まあ、斧で、そのリズベット何枚以上っていう発動条件を満たす道が、まあ、ちょっと増えたのかなとは思いますけど、なんかその覚醒のパワーライズで、なんかそのリズベット要求するやつとか、あったっけ？あ、これかな？モアデバンのシビルタドラーゴシリカ。まあ、これとかですよね。まあ、これ使う場合満たしやすくなったっていう感じですよね。まあ、普通に効果が強くて、まあ、ダーツ地属性だから、まあ、ちょっと微妙ですけど。あとはこれね、まあ、スプレッディングで全体8連撃なんで、まあ、広範囲の。まあ、モブ狩りがしやすそうで、コネクトスキルなんですよね。で、コネクトチェーン効果これいろいろあるんですけど、正直、これブレイクでコネクトって使うっていう話なんですよ。これ何発も何発も撃ってる間、多分ブレイクタイマーのブレイクチャンス時間終わっちゃうんじゃないかって思うし、いや確かにこれから全然使うかもしんないですけど、まあモブ狩りもしやすいしね、全然いいスキルだと思うんですけど、これでブレイクできるかっていうと、どうなのかなってちょっと思いました。まあ、全然このコネクトで攻撃してる間にね、ブレイクタイマーが表示されて、まあたまたまブレイクできたとか、いろいろそういうこともね、起こるっていうのはね、あると思うんですけど、まあ筋力増強バフもね、まあ槍だとどうなのかわかんないけど、ちょっと面白いですけど、でもなんかその、ステップ3までのオーダーでわざわざこれをピンポイントで狙うかっていうと、まあどうなのっていう話で、まあとにかく、このオーダーで一番欲しいのはこのアスナで、まあ、このパワラが思ったより微妙なんじゃないかっていう話で、まあ、それですね、一番伝えたいのは。このリゾートウェディングオーダーについて言いたいことは大体それくらいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。